もおはようございます。おはよう。さあさあさあ、やっとですね、タイ出るぜ。ここはどこですか？こうスワンナプーン国際空港。スワンナプーン、はい、うん、あの来たところですね。ね、いやここからもうサムネで分かってると思うけどインドだね。ああ、そうだね。いや楽しみだね。スワンナ、スワンナもうスワンナプーン、うん、あ、そっか、わりわり、スワンナプーン、スワンナプーンだったらさすがに怒られれば、確かにさすがに、やばっと思って。じゃあスワンナって、じゃあもうそんな感じでとりあえずチェックインしていきます。まだ全然空いてんね。もしかしてインド行き人気ない？うん、タイからインドって少ないのかもしれないね。あら、分かった分かった。インドめちゃくちゃ空港あるじゃん。うん、もう30個ぐらいあるから封鎖されんじゃない？ね、うん、いい感じに。そう、まあ4時間前っていうのもあるよね、チェックインが早くだからね。まあさすがに今回も逃さないっす。さすがにね、さすがに4時間前に来たんだよ。うん、偉いなんて3日前入りしてるんだよ。3日前入りしてるから。全泊なんて甘い。すごくね。いざという時があるから。まあそんな感じでチェックインしていきます。行ってこよう。 OK、 チェックイン完了。無事チェックインできました。長かったね。そうだね、けどそうトータル的には日本よりは短かったよ。確かに。並ぶ時間が圧倒的に少なかった。なんか、あ、こっちか。なんかあれだね、帰りのチケットがないとやっぱどこも心配されん ね。まあ、旅人ですからそれはね。インドに着いてからまたイミグレで引かれるよみたいなこと言われて、説明しろよみたいな。多分知らないことだよ。うん、買ってないもんだって。しょうがないねえもん。入っちゃうか。入っちゃうか。うん、待って、ゴミ捨ててくるわ。じゃあ飛行機乗り込んでいきます。乗ってく。 E の7 E7 だいたい4時間半ぐらい。4時間ぐらい、4時間ぐらい、ちょうど4時間ぐらいだ。フライトだね。余裕。余裕だね。あの12時間の電車を経験した身からすると。14時間です。14時間か。しかも往復してるから、28時間電車乗ってるんで、これ。寝てれば着くよ。仮眠ただの。一瞬だわ、4時間は。それじゃあ、タイのおさらばということで。はい、バイバイ。Thank you, Thailand。23日間滞在しました。長いね。飽きたね。飽きたね、もう。当分いいね、タイは。当分大丈夫。1年ぐらいは全然。1年はいいね。うん、じゃあそういう感じでインド行ってきます。バイバイ。レッツゴー。チャスターからのなよ。ラストだね。オンダメです。オンダメ。そこはこれしかいいダメ。リクこれインドの洗礼なんかな。うん、もうね、飛行機からうっせえ。マジ全然出れねえ。全然出れねえ本当に。乗った後からもうずっとうっさいね。だってさっきさ、俺このシートあんじゃん。シートさ、ずっとドンドンってやられてんだよ。マジ？そのリズム刻んでんだよ、後ろの人が。だから振り返ってさ、やったら、なんとかなった。マジで、半端ねえ。半端ないよ。すげえな、寝れないですね。俺らの後ろがちょうどうるさくない？ね、一番。なんか、開放しちゃってたしね、集まってるのに。パーティー始まっちゃってるの。やめてほしい、本当に。ミスった。インド行くときはあの一番後ろ乗っちゃダメです。いやー、こっち着いたー。なんか思ったのと違った。こっちタイプやったね。初めてこれ。本当しかも涼しくないね、意外に涼しい。夜はいいね。さあ、シャトルバス乗り込め、乗り込め、乗り込め、閉まる前に乗り込め。さすが、ちょっとは緯度が高いね。すごい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 。なんかさ、インド人急いでない？急いでるよ。何をそんな急いでんの？なんかインド人は何もなくても急ぐの。ああ、なるほどね。そう、早く帰りたいんじゃね。なるほどね。みんな家族愛が強いってことね。そうそうそう、そういうこと。なるほどね。せっかちとかそういうのじゃない。納得だわ。早く家に帰って、うん、バカみたいなおされたもん出るときマジ。あと並ばないらしいね。あー、そうなんだ。インド人ってなんか YouTube とか見てさ。いやー、おもろいな。だから俺らもそのルールはね、並ぶとかいうルールは無視しないのかもしれない。強に行ったら強に従えって言うからね。そうそうそう、わがままになっていいってことだよね。ってことかもしれない。楽しみじゃない、それ結構ね。確かに。じゃあ入国審査とかしていきます。オッケー、イミグレ成功。インドイミグレ入国です。入国です。
2カ国目。いやなんかよかった、返されなくて。ね、ちょっとあのトラブったけどさ、ね、あのいい人だったから。なんかめちゃくちゃ適当だったよね、うん、なんかあの受付カードみたいなの書くんだけどさ、そう、かけなくていけるっしょっていうのって言ったらやっぱ必要って言われて、本当はね、ホテルの住所必要だったの、うん、俺ら取ってなくて、だって空港泊だから、うん、で何も書かずに出したら、うんうんとか言われたけど、うん、インデリーとか言ったら、うん、ええよ、オッケーって、で、あとまた女の子と間違わないかっていう、タイでも言われたし、インドでも言われるの成功っすね、全各国でこれ言われる、言われんな、うん、これ逆に言われない国探す方が大変かもしれない、大変かもしれない。じゃあバックパックをゲットしに行って無事来てるのでしょうか。で、今日はまあ空港泊してます。コンビニないんかな、コンビニ確かにセブン欲しいわ。とりあえず今税関っていうの抜けたもんね、うん、全部税関抜け出した、もう、うん、発行完了。とりあえず寝床の場所と、あとなんかコンビニ的ななんか小探したいよね。ね、あと全貌を理解したい、この空港の、うん、空港まず極めないと、あと Wi-Fi を確保したい。確かにってのがありますね。ありますね、 SIM がないんで僕たち。そう、なんかやっぱ雰囲気変わるね、うん、雰囲気変わると。あ、ここの椅子は嫌だな、ちょっと硬そうじゃない、チェックしよう一回、うん、あ、チェックしよう。今日のベッド候補かもしれないから、キャッカーキャッカー。あ、床と変わんないっす、みんな寝てますけど床と変わんない。あそこの椅子は宿はね、背もたれあるね、背もたれじゃない、あ、手すりがね、あるから手すりがあるから。ここはここ入ってみる、ドメスティックアライバルです、アライバル。あ、ここが入れないってやつか、あ、ワンチャン。じゃあ俺らもしかして出ちゃったっけ、出ちゃったっけ。出たら入れないきついよね。ね。2メトロ。外出たらもうメトロだわ。じゃあこれだけなんだ本当に。じゃあさっきのとこだね。やっぱあっちの寝床となるとこは。あいつ女見てって笑われたわ今。美人なお姉さんいたんだけど。うん。ちょっとウィンクしたら笑われた。やっぱ髪を結んでないと言われちゃうね。水は確保、うん、水は無料なんだね、うん、コンビニないんだ、今やっぱ、うん、多分安いんかな、まあ、俺らが今食えるのこういう系だもんね、うん、クレジットで使える、クレジットなんか使っちゃうな。410、30センチが410ってことは700円弱、30センチでしょ、でかくね、30センチって30でかくね、うん、まあまあまあ、バカ安くはないね、バカ安くはないけど、日本より安い、うん、別に買える値段だね。ご飯食べた、リクは寝ちゃいましたね。はい、今空港で飯食って今日の寝床に到着した感じです。なかなかハードなベッドで寝心地は悪そうですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。起きてた。トランプスチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。